強いですねやっぱり。上手ですか。私の技だけを見ると相当下手なっていう、衰えだなっていう動きですね。はい、これビデオ判定とか使われたら何もできないですね。ちゃんと思ってます。試合もこれで見れたらすごいですよね。自分こういう風に入ってるんだっていう、普段やっぱ自分の技をあんまりこう周りでこう見ることないので、こうやってかけてるんだっていう風にやっぱ思いますよね。やっぱり大体こう定点カメラとかで見てるんで、一つの方向からしか見ることないんですけど、自分が普段こういう動きしてるっていうのをこういろんなとこから見るっていうのは、欠点と長所両方見つけれそうだなっていう風なのもありますし、外国人選手の対策とかでもこういう映像とか見れたら、もっと普段わからないような癖とか弱点っていうのを探しやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。360度、まあ、こう視点で見させてもらうことによって、まあ、柔道って非常にこう技一つにおいても体の使い方とか腕の使い方とか足の使い方、これをこう一体として連動させていかなきゃいけない部分っていうのがあるので、リアルなこう分かりやすい分析っていうものができるなっていうふうに改めて感じました。もっとこう試合とかでこういう技をこう使っていけるように、はい、もっと練習していきたいなっていうふうに思いました。はい、こうあらゆる角度から自分自身の組手技っていうのを見ていただけると思うので、強さ、美しさ、まあ、その2点っていうのをこう見て感じてほしいなと思います。技に入る組手だったり、技に入るまでの崩しだったりっていうところを注目して見ていただきたいです。普段その柔道を見てる方ってやっぱり観客席から見てる方とかがやっぱ多い中で、普段見れないような技術だったりとか、その技の入り方だったりとか、その組手の形っていうところを楽しみながら見てもらえたらいいなというふうに思いますし、またこの一つの柔道の楽しみ方として、まあ、これを入り口に柔道のことを好きになってくれる方が一人でも増えてくれたらいいなというふうに思います。360度この視点の下でですね、より柔道の技、また柔道のこう魅力というものが分かりやすく楽しめるような映像になっているんじゃないかなというふうには思っているところがあります。我々柔道家としてもこういうデジタルというものをですね、活用した上でより柔道の発展というかですね、そういうものにもつなげていければなというふうに思いましたので、ぜひ皆さんも楽しんでもらいたいなというふうに思います。